みだくじができる昆虫がいるのをご存知ですか？それがこちら、シロアリです。家の木材を食い荒らす害虫とされていますが、自然界では朽ちた木などを分解してくれる重要な役割を担っています。アリと名前がついていますが、シロアリはゴキブリ目シロアリ科、つまりゴキブリの仲間なんです。このシロアリは網だくじができるんです。今回はスタートが1箇所、ゴールは3箇所あります。当たりのゴールにたどり着けるでしょうか？すごい！なんでこんなことができるのか、種明かしをしましょう。シロアリは目が退化していますが、道しるべフェロモンと呼ばれる化学物質の匂いをたどることで道に迷わずに進むことができるのです。実は油性ボールペンのインクにはシロアリの道しるべフェロモンによく似た成分が入っています。そこで鉛筆で全体の網だくじを描き、通ってほしいルートをボールペンでなぞっておきました。その結果、正解のルートをたどってくれたんです。こちらをご覧ください。こんな風にボールペンで線を描きました。ここにたくさんのシロアリを離すと、線をたどって歩くんです。今度はこちらのガラスペンの先を紙の上で動かすと、シロアリがついてきます。本当だ。ガラスペンには化粧水がついていて、ボールペンと同じようにシロアリの道しるべフェロモンと似た成分が含まれていたのです。シロアリは道しるべフェロモン以外にもさまざまなフェロモンを使うことで高度な社会生活を営んでいます。またシロアリの王の寿命は数十年から70年とも言われていて、まだまだ分かっていないことがたくさんあるようです。生物を調べることで、それをヒントに開発される技術もあります。生物を観察・研究することは科学の発展において重要なんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピエネ。